どうも、ホラータン。はい。これやめようか。これ毎回この最初のオープニング編集者と戦ってると思ってて、編集者がどう編集してくるかっていうのを、そこをね、楽しんでいるんですけども、これ初見さん逃げるんでやめましょう。はい。ということで、今回は、あの企業から、提供が、届きました。どこでしょう？はい。変な顔やめましょう、もう。ということで、ついに、あの企業から届きました。こちら、ロジクールの G913 TKL でございます。ロジクールから、ついに、最新キーボードが届くようになりました。ハイグレ、たまおチャンネル、ここまで来たかと。動画の中でいろいろね、ちょっと、なんか、ロジクールとの関わり合いをね、出してたんで、もしかしたら気づいてる方いると思うんですけども、まあ、今回ですね、ロジクールさんから提供していただきました。で、G913 のね、現物がこちらとなっております。どうでしょうか。今回はですね、こちら、無線、そして、薄型となっております。これがね、一番の特徴じゃないかな。はい。で、ライトスピードっていうのがついていて、応答速度が 1ms かな。なんで、ほとんどじゃなくて、全く遅延は感じません。で、薄いんで、見栄えもいいですよね。あとね、Pro X とね、薄さを比較するとこんな感じですね。結構薄いです。で、軽いです。なんで、持ち運びとかもできます。で、持ち運びの時に、この後ろに、USB を入れるとこあるんですよね。ロジクールって、こういうのがついてくるんですよね。これをこっから、マイクロ、こういうのがついてくるんですよね。で、ここを取ると、USB が取れるんで、これをね、後ろに、こう、入れていただけると、はい、こんな風にね、収納できます。なんで、持ち運びの時は、ここに入れて、収納できると。素晴らしいでございます、これは。で、今回ですね、私が一番気に入ってるところ、やっぱりデザインですね。やっぱ見た目も大事ですよね。このメタリックな感じで、で、この角がね、俺ここ一番気に入っている。実は。丸いんですよ。角が丸くて、このメタリック感ってなんか、ちょっと高級感ある感じ。あと、なんかクールでかっこいいんだよね。男のロマンって感じ。落ち着いてる感じがめちゃくちゃいい。これ一応まあ、七色に光るんですよね。まあ、ゲーミングキーボードなんで。でも、まあ、光らせなければ、普通のなんか、キーボードにも見えない。ゲーミングじゃないキーボードにも。それがまたいいんすよね。で、もう一つ気に入ってることがあって、一週間ね、実は、レビューするために使いました。で、一番良かったのは、このタッチですね。全然キーボード疲れないんですよ。で、事務的な作業にも使ったんですよ。事務的な作業にも向いている。そうなんですよ。ゲーム以外にも全然使えるなって思って。あと、タッチが軽いんで、押してて楽しいんですよね。楽しい。非常に楽しい、これは。で、機能的な面は、まあ、いろいろボタンがありまして、まあ、明るさだったりとか、Bluetooth とか、あと、このライトスピードのこの電源とかかな？キーボードって、こう、押してからのその反応速度っていうのが、その深さっていうのが決まってるんですけども、こちらね、1.5 ミリとなっております。1.5 ミリ。普通のキーボードが2ミリぐらいだったっけな？それね、CR のコンさんが言ってたんで、はい。それも勉強したんですけども、だから普通のキーボードよりですね、反応速度が速いらしいです。だからそこはもうゲーミングに向いてますね。で、あとはなんか再生ボタンだったりとか、これ音量のボタン。すぐに音量は変えれるみたいな。という感じですね。で、あと後ろなんですけど、ここ2段階になってます。2段階で高さが調節できます。1と2と。これもなかなかいいんじゃないかな、調節できるの。ということでね、いろいろ話しててもあれなんで、こちらですね、実際に使っていこうと思います。はい。で、こちらね、茶軸となっております。茶軸ですね。これが赤軸の音です。で、茶軸の音。
まあ赤軸の方がちょっと高い音になるのかな。なんでマイクに入るとしたら赤軸の方が入るんじゃないかな。どうなんだろう。うん、入りそう。で、これが青軸。あの押すとこによって俺あの軸変えてるんですよ、プロ X は。はい、じゃあちょっとしばらく ASMR タイムしますね。はい、で光るとこんな感じですね。そう、こんな感じで多分色のパターンは結構変えれます。あ、すごい、ここ押すとね、光らせる段階がある。薄く光らせることもできるキーボード、すごい。今知った、これは。これ今知ったぞ。はい、こちらね、実際にね、フォートナイトで、フォートナイトの建築でちょっと一回このキーボードを使ってみようかなって思います。はい、じゃあ実際にね、使っていこうと思います。押し心地としてはね、あれどうなんでしょうね。でも反応速度は速いんで、非常に使ってて、違和感はないね。キーボード使ってる人ってこういう薄型使ってる人結構少ないと思うんだよね。だから多分買う前に一回触った方がいいかなというのもある、正直なところね。あのね、やっぱ押した感がちょっと、やっぱり、まあ普通のキーボードと違って、まあ少ないんだよね。押した感がない。だからそこはちょっとあれかな。普通のキーボード、ちょっと横飛びは、おっと。そう、こういう風に横飛び？あ、いけちゃうみたいな。あ、これ横飛び、ああ、横飛び、ああ、ちょっと横飛び最近、あははは。ゲーミング的にはもう反応速度もいいし、無線だし、なんかいろいろも、機能的には申し分ないんですけども。あとね、俺一個気になるのが、キーを触れた時に、ちょっとこのキーの部分が揺れるんだよね。わかるかな？ちょっと、こう揺れるの、遊びがあるの。このプロ X はあんま遊びがない。好き嫌い分かれるかな。別に気にならないいいっていう人もいるし、でそこはちょっと俺は許せないという人もいると思うんで、まあそこもまたあれかな、自分と相談という感じで。はい、ということで今回ですね、この G913TKL を使ってきたんですけども、まあ気になるお値段は3万円ということでね、ちょっと高いんですよね。そこがちょっとネックなとこかなっていう。やっぱり物がいいんで高くなっちゃうんですよね。結構この見た目だったり、あと機能的な部分、反応速度の速さとか、薄型コンパクトになってるところとか、オート速度とかね、ライトスピードの、まあそのそういう面で結構お高くなってしまってるので、しっかりお財布と相談と、あと慎重に選んでいただいて。まあでも結構これはゲーミングだし、あと見た目的にも大人っぽいから、結構幅広い年齢層の人が使えるんじゃないかなって思ってる。で、ロジクールのキーボードの中でも結構おしゃれな方なんじゃないかな。あとね、仕様がもっと気になった方とか、玉尾の説明じゃ足りねえっていう方もね、ぜひね、あの説明欄からちょっとチェックしてみてください。やっぱり俺の説明が足りない部分も絶対あるし、まあ、プロの写真家がね、撮った写真の方が、どんなのかわかるかもしんないんで。でもやっぱり薄型好きな人は、バッチリだな。バッチリな製品だと思います。で、あとキーボード迷ってる人とかも、まあ一回ちょっとチェックしてみて欲しいなって感じはあるかな。まあ薄型を選ぶか、プロ X みたいな感じを選ぶかはもう、ほんと好みの問題なんで、ここはもう自分と相談してみてください。はい。いいゲームライフをね、送るにはいいデバイスが必要だと思うので、皆さん、はい、ぜひ考えてみてはいかがでしょうか。ということで、ということで、今日の、せいはっこれやめようか、これ。ということで、概要欄からぜひチェックしてみてください。さよなら。